大地はパール・エス・バックの同名小説に基づき1937年に制作、公開されたアメリカ合衆国の映画である。シドニー・フランクリンが監督、ポール・ムニトル・イーゼ・ライナーが主演した。映画版は1932年にオーウェン・デイビスとドナルド・デイビスにより劇化された際の脚本を元にしている。当初、アラン役には田中道子が候補になっていたが、 日本人が演じることに反対が出たため、オーストリア人のルイーゼライナーが演じることになった。アンナ・メイウォンも出演を希望していたが果たせなかった。A.B. ザ・エディ・マニックス・スレジャー、ロサンゼルス、マーガレット・ヘリック・ライブラリー、センター・フォー・モーション・ピクチャースタディー、田中、ミシャコス・アンドリューム・アーカイブ、ハット・ホジズ、グラハム・ラッセル、アンナ・メイウォン、フロム・ロー・オンドリマン、 エス・ドター・ツー・ハリウッド・レジェンドベイシング・ストックハンプシャーパルグレーブ・マクミラン2004 ISBN 0-31229-3194レオンカレン・ジェイ・ザ・チャイナ・ミスティークパールエス・バックアンナ・メイオンメイリング・スンアンド・ザ・トランス・フォーメーション・オブ・アメリカン・オリエンタリズムバークリーカリフォルニアユニバーシティ・オブ・カリフォルニア・プレス 2005 ISBN 0-520244222からありがとうございます。